どこだ。あ、いた、いました、いました。猿です。猿がいました。今、住宅街の道の上をゆっくりと歩いていっています。そしてその後ろに、こちらは今日午後1時ごろ、別府市の松仁本町で撮影した映像です。2歳から3歳くらいのオスとみられる猿が住宅地に姿を見せました。市によりますと、市内では今月26日以降、猿の目撃情報が相次いでいて、これまでに80件近くの通報が寄せられています。今日は市の職員や警察など12人で捕獲に当たりましたが、猿は亀川地区の林の中に逃げ込んでいきました。今回本当に迷ってるようで、早く山に返してあげたいという思いで、みんなで総動員して頑張っているところでございます。市内では猿によるけが人などの報告はありませんが、市は見かけた場合は目を合わせずに近づかないようにしてほしいとしています。